ちゅもも使い方間違ってんのよなぁ。誰かなぁ、誰かなぁ。ちびまりちゃんだよ。まこっち見て。浮くものだよりの、プール開き。その浮き輪や浮き棒、本当に安全ですか？本編行こうとしてるやん。浮かれちゃダメ。出てきなさいオブジェクト。聞くわけないよ。SCP-365、浮き棒、です。特別浮き浮きプロトコユ。SCP-365 はいかなる場合においても、実験プール内に収容されます。実験プールへの扉は、最低一人の警備員によって、施錠され、監視されます。めっちゃハリボテやなこの入り口。実験を要求する際は、レベル3の研究者によって、承認される必要があります。うん。無事承認されたようですね。説明バナナ。SCP-365 は緑色のポリエチレン製チューブ型浮き棒です。それ単体だと異常性は示さず、同サイズの典型的な浮き棒と同様の物理的特性を持ちます。じゃあ別に危険じゃないやん。実はこのオブジェクト、水域内に配置されて初めて、その異常性が発揮される仕組みになっています。今日の晩ご飯はカレーにしてほしい。オッケー？カレーね。わかったから向こう行ってなさい。被験者が同水域内で完全に沈むと、被験者は自らの脱出が不可能となります。この際、沈んだものは恐怖感を報告。泳げど水しか見えず、まるで無限に広がる海中のようだ。そう説明します。ただしこの感覚はあくまで沈んでる側にしかわかりません。旗から見たらその場でもがいてるようにしか見えないという点に十分に注意してください。母さん、カレーはまだか？どんだけ食べたいねんカレー。さて、沈んでしまった人物をどうにか助けたい。ロープやケーブルで引っ張り上げるか、排水システムを作動させて水を抜くか、いっそオブジェクトの方を取り除こうか。シーンキーイングタイム。正解は、オブジェクトそのものを取り除く、でした。ロープやケーブルは、不自然な抵抗を受け切断。排水システムは、謎の故障。一応、外部の人間が介入してみたりもしましたが、散々な結果になりました。唯一効果があったのが、水域内からの、オブジェクト取り除き。これにより、異常効果を停止させ、被験者を救い出すことが、可能になります。しかしミコママン、こんなオブジェクト、対処法知らん発見当初、被害者結構出たんとちゃいまっか？自分でカレー用意してるやんこの子。カレーは読み物。文学的な楽しみ方やめて、ほい。365-1、発見の経緯。SCP-365 は、1900プカプカ年の、いつぞやに、どっかの市民プールにて、発見されました。回収担当者が、オブジェクトを発見した際、その近くには、市民数名の遺体があった様子。犠牲なくして発見できずなの、ほんと SCP。しかも、当初はその特性が知られていなかったために、数名のエージェントも命を落とす、散々な馴れ初めとなりました。馴れ初め、最終的に、プールから取り除いた上で、回収され、プール内の温度維持用給湯器から、一酸化炭素が発生したよ。というカバーストーリーが適用され、今回もうまく片付きましたとさ。毎回何かでっち上げてるよねこの組織。ほい、365-2、なんかあかん事件。回収からしばらく経った、ある日、サイト23内の廊下19がめちゃ水没してる。何これなんなんと。研究者、ダンシングダシコちゃんが発見。彼女はすぐに、タロン博士を呼びました。タロン博士到着。登場の仕方キモいな。ほう、どうやら水はこのロッカーから漏れ出てるようだ。確か中には、SCP-365 が入っていたはずだが。そう、実はこのオブジェクト、当初は、収容ロッカーに入れて、水場から離せ、という、違う内容のプロトコルでした。しかし、水が近くになければ、自分で生成する。この穴から、自分自身で水場を作んねや。そんな、クソめんどい性質が、この事例で判明。プールに入れといたら、いい感じだったので、現在のプロトコルに改定されたよ、という流れです。そういうことよ、ちびまりちゃん。わかったかな？わかんなかった。ごめんね。可愛いから許す、ということで今回の親バカはおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハッピーミコバナー。